皆さんこんにちは。ワンヒットではまだ1位を取ったことなかったので取ってきました。近々テイク&ホールドのアップデートもあるそうなので、もしかしたらスコアリセットされるかもしれないと考えたのも理由の一つです。スコアの計算方法ですが、エクリプションの破壊までの時間が短いほどスコアが高くなるそうです。そのため今回は破壊までの時間を記載しました。使用したトークン数等は最後のスコアボードでご確認ください。今回から CPU を新しくしたため IL 単がカクつくことが少なくなりました。ただ録画設定をミスったため画質はかなり悪くなっています。ご了承ください。早速話すことがなくなったので、前回動画のコメント返しでも、近接は反撃が痛くて狙わなくなったよ、銃を構えたまま近づいてそのまま掴んで引きちぎるのおすすめ、足はILターンだったか、我ながらこの名前目立ちますよね。まさかスティーム名がそのままゲーム内スコアに利用されるとは思わなんだ。幸い外人に気は読めないせいかあまり気にならないみたい。多分レーダーオフが大きいと思う。レーダーオフは必須ですね。前々回の動画については動画内に赤字でコメント返ししました。ご確認ください。また話すことがなくなりました。そういえばベータテストのテイク&ホールドをちょっと覗いてきたのですが、第一次対戦武器モードが追加、アキンボピストルが廃止、敵がグレネード使用しなくなった、エクリプションの出方が変わった、といった変更がありました。残念ながら新マップは追加されていませんでした。モード機は十分あるので、どんどん新マップ出してほしいなぁ。このゲームやってる人は、やっぱり射撃を求める人が多いんですかね。個人的に箱の銃のリアルさで、テイク&ホールドみたいなゲームを、どんどんやりたいと思っています。H3VR をプレイした弊害で、別のガンシューティングやると、銃がリアルじゃないのが気になってしまうんですよね。まさかのマガジン引っこ抜け。グレネードでカバー。まさかのグレネード。クリアできなかったのに、なぜかの世界スコア1位。トークン使用数は平均よりちょっと高めぐらいで、特別多いわけではないです。普通は全クリアしないとここまでスコアは稼げないです。多分エンクリプション破壊時間が短かったのが原因と予想しています。多分タイムは全部左にありますので、スコア計算式解析に使っていただければ幸いです。今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。 H3VR 動画が増えますように。